ジョン・フラナリーはアメリカ合衆国の実業家。2017年8月1日からゼネラルエレクトリックの最高経営責任者を務めている。ジョン・フラナリーは1962年にバージニア州アレクサンドリアで生まれた。父は連邦預金保険公社の役員であった。彼は二人の姉と共に1971年までアレクサンドリアに住んでいたが、父が コネチカット州ウエストハードフォードの小さな銀行の頭取りになったことから帯同して道地に転居した。1979年にノースウエストカトリックハイスクールを卒業し、1983年にはフェアフィールド大学道乱校において金融分野で学士号を取得した。その後ペンシルベニア大学のビジネススクールに通い、1987年にはペンシルベニア大学オートン校で、 MBA を取得した。フラナリーは1987年にゼネラルエレクトリックに入社し、その後企業を買収チームのリーダーを務めた。ゼネラルエレクトリックにおいて、史上最大規模となるアルストムの電力事業の買収などでラツワンを振るった。GE キャピタルで1997年から南米勤務、2005年には GE キャピタルアジアパシフィックに移った。 2009年に GE インドの責任者に指名され、インド事業の改革を行った。2013年にはビジネス開発チームのリーダーとなり、M&A 戦略を推進した。2014年には GE ヘルスケアのリーダーとなり、ジェフリー・イメルトの公認として2017年8月1日に GE の CEO に就任した。2017年10月3日から、 取締役会長も兼務している。2017年6月までは、シカゴに拠点を置いていたが、CEO 就任に伴い8月からは、ボストンに移った。結婚しており3人の子供がいる。飼い犬の名を、ムーキーベッツにあやかってつけるほどの、ボストンレッドソックスのファンで、趣味は読書、ゴルフ、音楽鑑賞である。オールマンブラザーズバンドを愛聴し、アトゥールガワンデや J.D. バンスラの著書を愛読している。ありがとうございます。